皆さんこんにちは、 EFL 養殖代表養護士の平野真世です。前の動画に続き、めちゃくちゃオフっていう感じですよね。実は今日昼寝を2時間もしてしまいましたということで、そんな1日でした。働いた時間40分っていうね。で今日は何を話そうかなと思ったんですけど、なんだっけな、あ、そうそろそろ受け身でいるのやめたらっていうことについてですよね。はい、話そうかなというふうに思います。何か言われたことをやるのが当たり前になりすぎている、何か他の情報っていうのを自分の中に入れるのが、普通になってしまっているっていうことですよね。他の情報を入れるのが何かっていうのは、例えばの話ですね、テレビだったりとかを見て、テレビが言ってる意見、じゃあ例えば何でもいいんですけど、この商品が美味しいですって言ったら、あ、これ美味しいんだなっていうふうに思ってそこに買いに行くっていうのと一緒です。別にこれは全然いいことです。でテレビが紹介しているので、まあね、そういうふうに紹介されるお店っていうのはね、そうやって口コミで有名になった人気店で、その結果テレビっていうのが取材に行って本当に美味しいお店っていうのは、のかもしれないんですが、例えばね、こうマスメディアが言ったことっていうのを全て受け身にして鵜呑みにするとか、例えばバラエティ番組とかでこういったこの人のイメージが悪いっていう風になって、例えばこの人のことをバカにしているとか、そういう風潮があったら、自分も別に理由はなくそれをバカにするだったりとか、結局テレビを見る、新聞だったりとか映画とかもそうかもしれないんですけど、全部受動的なんですよね。別にね、それが悪いっていうものでは全く持ってない、ただ受動的っていうだけで、テレビって何でこうね、もちろん制作されてるかって言ったら、そこに演者の人がいて、脚本書く人がいて、企画をする人がいて、美術さんがいて、スタッフがいてっていう、何かこう作り出してるわけですよ。 YouTube もしかり、YouTuber さんっていうのはそういったことをね、YouTube というこういったプラットフォームでやっている、何かを作り出している、誰かがこの一本の動画とか一本のこの番組っていうのを何かを作り出しているって、視聴者側っていうのがものすごく受け身なんですよね。で受け身になっている、こう受け身側の人間がそれに対して意見を言ったりとか、批判をしたり肯定的な意見を言ったりとかっていうのがあるんですが、いつまでその受け身の姿勢でいるのってすごい思うんですよ。ただテレビを見る、ただ YouTube 見る、ただ漫画見る、いいと思うんですよね。それは本当に息抜きとして全然いいと思うんですが、それをして本当に得られたものって何なのっていうことなんですよ。結局は自分自身で判断をする、自分自身の今まで培ってきた経験の中で、あ、これがこうなんだなっていう情報を見極めたりだったりとかね、そういった目線で物事っていうのを見なきゃいけないけれども、いつの間にかそれが100になってしまってる。自分の思考0、メディア100とか、テレビだってこれが面白いつまんないっていう風に、受け身側っていとも簡単にジャッジができちゃうというか、ジャッジをしたりとか、そういう風に何かつべこべ言うのって、結局は受け身側の人間だから何もしてない人間なんですよね。ただそれを見て、それを全て鵜呑みにする。でそこには自分の思考が0、なんでそこで自分の思考を殺してまでテレビだったりとか、何かこう発信する側のことをジャッジをしたりとか、それを信じたりするのかっていうと、結局自分自身がないんですよね。自分自身が信じられないから、他者が言ってる情報で、あ、これはテレビが言ってるからこうだとか、こういった信頼されてる人が言ってるからこうだっていう、自分基準じゃなくて他人基準なの。結局は他人基準になっちゃってる。他者の評価がいいから、じゃあいいなっていう安心っていうのを自分自身で持っているのと同じですよね。それっていうのは自分で何も決めてないし、自分で何も考えてない。でそういう人に限って、そういった誰かがこうやって制作をしたりとか、何かこう努力をしてやったりとかっていうことを簡単に批判できちゃうんですよ。だってそれに関わってないから、それに対して努力したことないから分かんないんですよね、結局は。なので私はこう何かを見てたりとかしても、誰かがこう制作してる過程だったりとか、そういうことの方が興味があるんですよ、その結果論よりも。だからそういった目線で見るし、そういった目線で見るっていうことがものすごく大事だと思いますね。ただただ出来上がったものを受動的な姿勢で見て、ぼーっとしてるだけ、ただただ、スマホいじってるのもそうですけどね、結局それってすごい、こうなんだろうな、学ぶことを放棄してしまってるというか、
まあ、その受け身の姿勢っていうのもね、まあ、持ってもいい時もあるのかなというふうに思うんですけど、本当にそういった物事を見る目線っていうのをちょっと変えてあげるだけで、すごくこう自分の視野だったりとか、その物事の見方だったりとか、そういったところの広がり方っていうのが全くもって変わってくる。で、自分自身のそういった意見だったりとか考えだったりとか、そういったことも俯瞰して一緒に見れるようになるので、ね、本当にそれこそ自発的にっていうところがすごい大事なんだと思います。自分の意見を持つだったりとか、別にでもそれっていうのは批判とかでも何でもないんですよ、なのでそういったところをしっかりと持っていくっていうのは個人的には大事なんじゃないかなと思います。ということで、いつも受動的で生きてるのっていうことですねについてのお話でした。はい、たまには能動的になってみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで終わりです。